ね、パパ今日さいつもと違くないんいつもと髪型だよあのねなのかねいつもねママにやってもらっといてるけどね今日は自分でやったのおすごいなすごいでしょんなんかねこれからねほなみちゃんのお家であのアイドルごっこするからアイドルの髪型にしようと思ってこれしたの それは、アイドルにみんななりたいってことかうん、なりたいっていうか、わ、うん、かんないけど、その小学校卒業するまでにみんなで、なんかアイドルのオーディションを受けようみたいな話してて、<え>うん、なのかもそれでね、受けたいから頑張る。<あ>うん、アイドルのオーディションを受けるのあ、でもね、でも絶対わかるわけないから、思い出にしようみたいなのはみんなでも言ってる。なのか。 ちょっと話があるえ、どうしたのいやごめんなちょっとこれうん言うつもりはなかったんだけどうんなのかは100%受かるえ、うん、<laughs> もうそれはさパパだからさパパは自分の子供がみんなより可愛いいや違ういや違う客観的に見てなのかはあまりにも可愛いい100%受かるいや1000%受かる ありがとう。パパはね、優しいからね、ナノカも好きだようん、うんうん。そういうことじゃなくて、ナノカは、受けたら受かっちゃうわけ。<ん>ああ、そっかそっかそっか。ちゃんと話さないといけないな。うん。ナノカは、<ん>そのお、親バカとかじゃなくてな。うん。天使なわけだ。ナノカ天使じゃなくてさ、<ん>パパとママの子で人間で、ホモサピエンスだよ。ホモサピエンスかつ天使。かつ、 俺たちの可愛い可愛い娘。うん。哺乳類だよ。うん。ナノカは本当に可愛い。本当に可愛いんだけど、うん、お父さんがね、あんまり可愛い可愛いって言うとナノカが自分のこと、こう可愛い可愛いって言って満身してしまうんじゃないかと思って、あえて言わないようにしてたの。今までね。うん。うん。だから、クリスマスとか、お誕生日とか、年末年始だけは、まあ、可愛いな、なのかって言ってたけど、本当はもう毎日、毎分、毎秒、言いたいんだよ、お父さんは。 え、でもさ、パパさっきも可愛いって言ってくれたじゃん。可愛いねっていつも言ってるじゃん。いや、本当は、かわ、いいって言いたい。本当はなあ、あ、それか、お正月とかクリスマスに確かに、か和わい,いっていうのが怖くて、うん、なんか変だなって思ってたけど、うん、あれは、その、 たまに出すやつだったんだ。うん、本当はそれを毎分毎秒、なのかに対して思ってるから出ちゃいそうになるんだけど、うん、それをね、こうたくさんお父さんが言ったら、なのかがこう学校とかで私可愛いんだよっていう風にこう周りの子に言ってね、なんかいろいろ生きづらくなっちゃったら困るなーってお父さんは思ってるから、ずっと我慢してる なんかなのかさ、何言ってるか全然わかんないそうだよな。どういうことつまり。うん、だからなのかは、本当にあまりにも美少女すぎるっていうこと。あまりにも、ね。そうそうそう。あまりにも美少女。あまりにも美少女、うん、あまりにも美少女。つまり、なのかがそのオーディションを受けたら、受かってしまうわけだ。受からないよ。いや、受かってしまう。なのかは芸能人になってしまうの。 受けたらね、今は受けてないから芸能人じゃないだけ、受けたら芸能人になってしまう。わかんない。わかんないよな。うん、うん。でも、なのかね、その芸能人になったらきっと、あまりの美少女ぶりに、こう、周りの大人が、ね、なのかにいいように近寄ってきて、うん、なのかが、こう、思いもよらないことがたくさん起きてしまうかもしれない。それはもう、あまりにもお父さんが辛いの。 でもさ、うん、そんなにさ、美少女でさ、芸能人にさ、なれるんだったらさ、うん、赤ちゃんの頃からさ、うん、なんかさ、やるんじゃないの赤ちゃんの頃からすごかったよ、ナノカは。んもうね、ナノカをこう、抱えて歩いてるだけで、周りがパッ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 って振り返ってきたもんだよ。てか、今もそうだからね。 なのか多分。う,分んうん、なのかは、だから、あの、育て方が良かったのかな、ね、うん、そうやって、可愛いっていうのを我慢してたから、あんまりそうなのか自分に自覚がないみたいだけど、みんなすっごい振り返ってるよ。あのさ、たまにさ、話しかけてくるさ、うん、おじさんのさ、うん、スカウトのさ、人ってさ、うんうん、じゃああれはみんなじゃないのいや、あれみんなじゃないよ。あれはなのか特別なんだよ。そうなのうん。 なんか前さ学校でさそのお話ししたらさなんかあのなんか自慢してるって言われてさみんなはさないって言ってあでもねなんかあのねりなちゃんだけはねなんか50回ぐらいされたことあるって言ってて7日よりされててすごかったようん7日は本当は2000回はされてるからねなのか気づいてないかもしれないけどお父さんがこうパッパって払ってるの考えたらもう うん、2000じゃ済まないぐらいそのスカートのおじさんは寄ってきてんのうん,うんえパパはさじゃあさ、はい、美少女の菜ノカがさ生まれてさ悲しくて大変ってことか悲しいわけないでしょうあのね、うんね菜乃花がさ生まれてきてくれてね、うん、しかもこんな優しくてさ明るくて すごくいい子に育ってくれて、それだけでも、それだけでも嬉しいのに、うん、さらに美少女と来たもんだろ美少女と来たの美少女と来たもんでさ、もう、うん、だからもう耐え難いんだよ、毎日幸せでさ、お父さんは。うん、え、いい、別にその美少女がどうとか関係ないもんなのかでいてくれれば、お父さん、嬉しいのに美少女と来たもんだから、もう、たまったもんじゃないんだよ。 本当に心配になっちゃうからなのかがさどうしてもその本気でやりたいとか、まあ、そういう気持ちだったら、うん、お父さんまあ応援するんだけどもしそのノリでみたいな感じでオーディションを受けるとしたら受かっちゃうから。うーんまあ でも、なのかも確かにさ、ちょっとさ、あんまり分かってないのに受けようとしたのよくないからさ、うん、あの、もっと考えてから受けると思う。うそうだな。えら偉い偉い。うん。じゃあ、ちょっと、あの、友達のお家に行ってきます。ああ、なのか。防犯ブザー、防犯ブザー。持って。